はい、皆さんどうもおはようございます。おはようございます。やっと来ましたね、6月の歌謡祭がやってきました、ね、今年も半分半分ね、早いもんですね。早いですよ、はい、本当にね、はい、もう今年も半分過ぎてね、もういろんなことありましたね、上半期ね。いろんなことありすぎた。ありすぎた。ありすぎた。本当に、本当ありすぎたね。あ、まあ、世間は、そうそう、まず流行り病があったり、ね。ね。ロシアがあったり。空爆ね。うん。ね。円安がまだね、始まったり。ガソリン高いしな。物価高ね。ね。これ奥さんにはもう大変。そう、マヨネーズ。マヨネーズ好きな人は大変よ。20円くらい来なかったらね。ね。もうご飯マヨネーズできてない。いや、だけどね、奥さんたちもね、頭つこでね、あの、いろんなとこね。行ってね、安いとこ探す。僕もそうやね。そう。立ち屋とかね、言うとね、この辺で言うとね、安いね。肉が安いね。いろんなとこ行ってね、ほんとにね、ちょっとでも安いものと思ってね。で、僕もいろいろあったんですよ。え？半年の間。あ、お前自身な？そうそうそう。ちょっと聞いてあげてくださいよ。それ、長なる？長なる。長なる。短編で。そうそう。で、まず1月ね、今年入って1月ね、あの、なんとなんと、メスになりましたっていうのはお金もらわれましたね。びっくりしました。突然ね、通勤途中にね、後ろからおかーっと来てね、みんな前向いてちゃんと運転しましょうね。ね、飲酒運転になるんですよ、ね、で2月に入ってね、この何やったっけ、何やったっけ、2月何やったっけ、容器ありすぎて分からへんねん。あ、そう、2月、そうそうそう、流行り病にね、ちょっとなっちゃってね、大変なことになっちゃいましたよ。思い出した。ほんでね、それが治ったと思いきや、また味覚障害、ね、嗅覚障害が続きまして、で、その後ですね、もうちょっとね、うん、もうちょっとね、ほんでね、その後ね、なんとなんと、ちょっとまあいろんな、あの、僕の体の事情でね、あの、薬の飲み合わせで、ね、薬の発疹が両サイド出て、もうとんでもないことになりまして、もう箸も持てないぐらいね、薬の飲み合わせは病院の先生によく聞きましょうね。勝手に飲まないようにね、うん、まあ一応聞いたんですけどね、いや、もう皆さん健康だから大丈夫、ね、そうだね、大丈夫かな、みんな大丈夫、いや、静まり返っとった、ね、これでそれが治ったと思いきやね、今度ね、まあ4月5月ね、ちょっと運気がこう上昇してきましてね、あともなかったですけど、後半は当たるように、まあね、なんとかね、これからね、これ7月に入って、そうそうそう、後半ね、年末までいいことがあればいいんですけどね。いいこともあるけど、もう悪いのは振り切ったんでね。そうやね、ね、はい、はい、そういうことね。それとですね、まあまあ梅雨に入ってですね、ちょっとジメジメした日や、この蒸し暑い日とかね、ちょっとね、なんか世間のなんちゅうの、世間っていうか世界の中でな、これ、ね、流れがね、流れが今日なんかさ、ちょっと寝坊しそうになったんやけど、うん、あ、なんや、雷がいきなり鳴っていてね、びっくりしました。そうですね、うん、いきなり雷鳴って雨降って、今日はね、うん、雨かというのは予想しとったんやけど、だけど朝降ったから、お、当たってると思ったんやけど、うん、ならやっぱり晴れてきましたよね。どん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 蒸し暑くなってくるんでね、皆さん熱中症ね、気をつけてくださいね。だからこんな日はね、冷たい飲み物が、そう、美味しい、ね、飲みたくて美味しいですからね、どんどんご注文の方よろしく。ママ、いっぱい冷やしといてね。ビール、冷やしてあります。ビール、ね、氷入れていっぱい冷やしといてください。もうあります、飲んべばっからみたいなので、ね、よろしくお願いします、ね、はい、それで、はい、安いとこ知っとるよ。それは後で話聞きます。厨房の方はですね、またスタッフ、若いお姉さんうろうろと歩いておるんでね、声かけになってください。ドリンクは、ね、注文されたりするときは、はい、女の子たちが歩いてます。女の子、女の子が押しておきますんで、ね、よろしくお願いします。はい、では今回はですね、44名の方にご参加いただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。初参加の方はないみたいな感じで、ね、今回なしで、初参加っていう方もいますか？いる、嘘ばっかり。ご見学でね、ということでね、そうですね、歌われる方で初参加の方は今回はお見えになりませんと、はい、しかし遠方から、はい、100名ばかり、すいません、今日ね、急遽、はい、お休みになった人が一人見まして、一人急遽新しく、はい、長友さんって方が、長友さんですね、はい、プログラムには入ってないんですが、はい、よろしくお願いいたします。はい、
ありがとうございます。代わりにね、入っていただきますので、はい、お願いいたします。で、遠方の方はですね、まあ、5、6名ほどお見えになってますのでね、あの遠いところ、いつもありがとうございます。何、大平ぐらいから来た。いや、大平ってすぐそれみんな町内の集まりかなと思って。ちょっと、軽く離れたね。そうそうそう、小平とかさ、あの高津のとか高津のその辺かなと思って。いやいや、ね、県外の方からね、何名か来てもらってますのでね。はい、それでは注意事項いきましょうか。はい、はい、注意事項とお願いを言いますので、よろしくお願いします。はい、換気の方はね、いつものように扉を開けたままでやらせていただきますので、よろしくお願いします。はい、それとお手洗いです。お手洗いの方は2階と1階と2箇所あるんですが、こちらでママがあの動画を撮ってますので、ここを横切られると、歌ってる方のあれを、せっかくの歌唱のあれがね、あの横切ることによってね、撮れなくなるんでね。うん、よろしく。トイレ行くときはね、後ろから、ちょっと後ろから遠回りになりますけど、はい、後ろからでよろしくお願いします。はい、あとはあのマイクの方なんですけど、マイクの消毒ね、はい、先月ね、ちょっとマイクの調子悪くて申し訳なかったんですけど、これ両方と新しいマイクに変わりましたので、150万ぐらいするらしいですよ。ね、新しいマイクに変わりましたので ね、かなり音もバッチリ、バッチリなんで、ああもうこれも僕の美声が、ね、全然違うんでね、全然違いますね。よろしくお願いします。はい、で、マイクの方は歌い終わったら、シートの方でね、このシートの方がここと、はい、横にね、こちらにも置いてありますので、シートを拭いていただいたら結構ですので、はい、よろしくお願いします。はい、あとですね、あの歌唱中なんですけど、やっぱり歌っているのをね、皆さん歌う側、聴く側ということでね、主語は包みんでいただくようによろしくお願いします。ね、応援するのはもう全然ね、応援していただくのは全然構いませんので、はい、歌う方の応援は全然構いませんので、主語だけは慎んでいただくように、すいませんがよろしくお願いします。もし話したい方は歌と歌の間に抜けていただいて、第2ホールの方で喋っていただいたりするのは結構ですので、はい、向こうへ変わってもらっても結構ですので、よろしくお願いします。はい、そうですね。はい、じゃあそれと、あとここの通路ですね、うん、ここの通路も歌う方が後ろの画面を見るので、ここに立ったりとか、そういうのだけはご勘弁願います。ね、立ち止まってね、もし用事があればずっと中腰になるとかね、して気を使っていただけると幸いです。はい、そうですね。で、今回この人数ですので、1部は2コーラス、2部はフルコーラスで2曲歌っていただきます。よろしくお願いします。で、今回はオープニングの方なしっていうことでね、はい、今回は人数もこれだけいますので、オープニングはなしで、早速もうトップバッターの方に上がっていただいて歌っていただくということで、スタートしたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。で、今日はもう朝からね、第2ホールの方でね、お祭り騒ぎでね、それは後のお楽しみやね、後のお楽しみぐらいね、もう盛り上がってたんで、ね、今日もね、じゃんじゃんとね、盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それではね、もう早速準備を始めていただきたいと思います。トップバッター、樋口さん、はい、よろしくお願いします。準備の方よろしくお願いします。